てめえも毎回すげえな。お仕事終了。ああ？たく。今日ぐれえは平和的に話し合いで解決って思ってたのによ。言ってろよバーカ。組長、俺に話ってのはゴリラ倒せとかかな。入ってきな。は？世話係？俺がお嬢の？こいつはなかなか難しい仕事をもらっちまったな。杉原、仕事はちゃんとしやすから。普通ですか。まあ普通が一番ですよね。下手くそな尾行しやがって、いい加減鬱陶しいな。やっちまうか。はい、俺の勝ちです。お嬢、今朝は部屋に入るなって怒鳴られましたしね。お嬢の中で俺が知らない人だからじゃないですか。三冠日ってのはかなみさんや組長、お嬢にとっての家族が行くもんでしょう。組長の背中にある花だ。俺も好きですよ。お？そいつはちとハードル高すぎじゃないですかね。まだいる？お？ありがとう。いいえ、どういたしまして。